2008年自由民主党総裁選挙は2008年9月22日に行われた自由民主党総裁選挙である。開票の結果、麻生太郎が第23代自由民主党総裁に就任した。なお、福田康夫の任期途中での総裁辞任に伴う選挙であるため、新任者である麻生太郎の総裁任期は福田の総裁残任期間であった。 総裁選挙当日の自由民主党本部内閣総理大臣の福田康夫は8月2日に内閣改造と党役員人事に着手8月下旬には第170回臨時国会の召集時期を決定し総合経済対策を発表し党役員らには臨時国会の重要法案の成立へ最善を尽くすよう指示をしていたしかし9月1日夜に 福田は内閣総理大臣官邸において緊急記者会見を行い、突如首相と自民党総裁の辞意を表明した。臨時国会の召集日が決まっており、9月末の国連総会で日本の首相として3年ぶりに出席し、演説を行う予定であった矢先であった。この事態に対して、幹事長の麻生太郎ら党執行部は、ことを考慮し、9月10日、 国事、9月22日投票とする選挙に提案を示し、臨時役員会や臨時総務会で了承された。選出方法も総裁公選規定の通りに行われることとなった。9月3日の両院議員総会でこの報告が行われたが、若手中堅議員から党の現状や総裁選の選出について厳しい意見が出された。9月2日に麻生は、 党役員会後の記者会見でいち早く立候補を表明した。党内では、半麻生の立候補者を擁立する動きが起こり、5日に、石橋茂、8日に、与謝野薫と、小池由里子、9日に、石原信明と次々に立候補を表明した。山本和太と、棚橋康文は出馬の意向を示していたが、推薦人が集まらずに立候補を断念した。 かくして、今回の総裁選挙は、下馬票で有利と見られている麻生に、石場、石原、小池、与佐野の4名が挑む構図となった。9月10日の告示日には、麻生、石場、石原、小池、与佐野の5名が立候補し総裁選挙が始まった。立候補者数は1972年に立候補制となって、以降、最多の人数となった。また、小池は、 女性で初めての自民党総裁選立候補者になった。前年の総裁選挙の反省から極端な派閥単位の乗り合いは避けられる形になった。政策論争12日間。今回の総裁選挙では都道府県代表が投票すべきものを定めるため、各都道府県の支部連合会では、党員、党友の投票による予備選挙が行われる。もっとも、 代表が投票すべきものについて、ドント式や総取り式など都道府県によって選出方法が異なる。太字は当選者。ありがとうございます。